何かあるぞ。 Yeah!
るぞ。何かあるぞ。
な。準備を整えて挑戦しよう。Yeah!
すまぬが水を汲んでくれるか。偉大なる主神グリムニルよ、グリアの大地よ、風よ、精霊よ、今日我らはまた大いなる試練の日を迎える。見届けたまえこの戦いを、我らとこの地の行く末を。これは、ああ、略式ではあるがな、毎年この日に行っているのだ。私なりの覚悟の表明としてな。そなたは異国の神との会交を果たしたことがあるそうだな。実は私も似たような経験をしているのだ。それって、そうだな、そなたには話しておくか。ロスビータが生きていた時代はまだノース教が主流でな、私の育った村でも皆が熱心なノース教の信徒だったのだ。だからあの日のことは今でも忘れられぬ。川へ落ちた子を助けようとして命を落とし、主神たるグリムニルと開口したあの衝撃を。グリムニルは私に一つの使命を与えた。彼と敵対する神の一中ルキの勢力を駆逐すること。それは現世においてルキの加護を得たブリタイ軍を退けることを意味していた。だからこそ私は軍に志願し、そこであの戦友たちに出会ったのだ。うむ、今では国家間の紛争として伝えられているだけだがな、やがて100年にも及ぶ戦いの趨勢が定まり、ブリタイが大陸から撤退し始めた頃、時を同じくして神々の世界ではグリムニルがルキと差し違えていた。そのさなか私はブリタイ王の関係に陥れられ、知っての通り家計に処せられたのだ。その前後にグリアは国境を聖国教に改め、ノース教の神々は次第に信仰を失っていった。これが私のロスビータの人生だ。もはや何も取り戻すことなどできぬし、そのつもりもない。ただ戦友たちと共に取り戻したこの地を私は守り続けていきたい。あの戦争を途中退場してしまった私のせめてものけじめだ。そなたもそう言ってくれるのか。昔の仲間たちにも口酸っぱく言われたものだ。一人で突っ走るな、もっと自分たちを頼れとな。アドル、手を出すがよい。グリムニルより賜ったものだ。本来グリムワルドの討伐を行う半神たちの長の証らしい。力のほとんどは失われているが、どうかそなたに持っていてほしい。ああ、うむ、アドル、これも勝手な願いなのだが、もしもの時は。あ、いたいた。そなたたちどうしたのだ。よくここが分かったものだな。ええ、お二人がなかなか戻らないので心配になってしまいまして、足跡を追わせていただきました。まさかこんな人気のない場所で二人でいるとはね。ふふん、隅に置けないな、アドル君も。聖女様も所詮人間ってことか。一体何のことだ。もう皆さん、とにかく見つかってよかったです。バルドゥークの町、
ここからもよく見えますね。へえ、祭りでにぎわってるのがここからでもわかるね。あ、うちの畑が見える。へえ、闘技場の催しまで。どんな視力してやがる。さすが色ぼけ牛女だな。色ぼけって、凶暴家で鳥男に言われたくないわよ。こんな場所でこんな無駄な時間を過ごしていていいのかな。何ほうけた顔してやがる。ああ、いや、ちょっと昔のことを思い出しただけだ。ちょうどよい。グリムニルに今宵の必勝祈願を捧げていくがいい。なんならここで稽古でもつけてやるか。そなたたちの気合を入れ直す意味でな。てめえ。久しく忘れていた気がする。久しぶりに胸のつかえが取れた気分だ。ハドル、感謝するぞ。守備はどうだ。ほう、上でこいつをようやく終わったか。